毎年県内の観光地で一斉に行われている秋のおもてなし一斉清掃。今日は県内70カ所でおよそ1500人が参加しました。こんな子はホールインだね。このうち高知市中央公園では400人が1時間の清掃活動を行いました。参加賞は除菌液の入った、その名も除菌魚です。綺麗な街で、高知って綺麗なんだなっていうふうに思ってもらえたらいいなと思います。県内では新型コロナウイルスの影響で観光客数が例年のおよそ半数に減少。ただ7月から始まった国の観光支援事業 GoTo トラベルキャンペーンなどにより観光業は少しずつ回復の兆しが見えてきています。今年4月、例年の2割にまで激減していた宿泊者数は7月以降6割にまで回復しています。また4月の来場者数が例年の1割にも満たなかった広め市場と桂浜水族館。しかし9月に入ると広め市場は例年の5割、桂浜水族館は9割にまで回復し、コロナ前の活気を取り戻しつつあります。町の清掃を終え、この秋多くの観光客を迎える準備が整いました。